そういうことを聞けと言われてるんじゃなくて、なんかあの PR があるそうなんで聞いてみていいですか。どうしても言いたいことがあるんですよね。はい、はい、お願いします。最近あの何これ珍百景というかあの番組やってまして、それがあの厚生高校が紹介されたんですよ。あの校長先生が4コマ漫画を描くという、ご覧になった方、あ、結構その学校から、来ました。で、すいません、厚生高校をもっと知っていただこうということで、4コマ漫画の学校というイメージじゃなくて、まあ吹奏楽部の、強いイメージということを植え付けたいということで、はい、頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、心配せんでも大丈夫ですよね。はい、校長先生は漫画を描いてる暇があるようないい学校みたいですけど、ということでまずいですかね、今。ではどうぞ。ありがとうございました。